皆さんこんにちは、朝投げコンサルティングの司法書士の加山里奈です。今日はですね、大手の司法書士法人の、実態について少し喋りたいと思っております。いわゆるね、大手の司法書士法人なんですけど、たくさんね、大手って言っても有名な、いわゆる業界で有名な司法書士法人ってたくさん あります。めちゃめちゃあります。2個3個にとどまらずたくさんあるんですけれども、なんかね、こうやっぱりね、そのいわゆるその司法書士法人の代表者が実質的に代表ではなくて、資格のない人が実質的に支配、その法人を支配してるっていう関係が、結構多いです。例えばその代表の、奥さんであったり、代表のなんか何、奥さんではないのか、代表の愛人的な人がナンバー2にいるっていう、ナンバー2じゃないんですけど、事実上の支配者はその代表ではなくて、実はそのなんて女性であるとかっていうの結構あるんですよ。で、私もそういうのをよく聞いていて、実際にですね、やっぱ本当なんだって、ね、感じるような出来事とか実際にありました。もう名前は言えないですけども、某法人はね、本当に、女性がね、資格者じゃないですよ、資格者じゃない、全く関係ない女性が、実質ね支配していて、その代表者に決定権がないとね、いうのを見て、私ちょっとゾッとしました。うわって思った。そういうのすごい。でそれをですね、仲間と喋ってたら、あそこそうだよってね、いう感じで仲間もすごくね言っていて、でなんかね、うわーって思いました。これがなんか実際なんだとかね、思いながら、見てました。もちろんね、その代表がね力を持っててっていうのもあるんですけど、実際はなんていうんですか、代表に置かれてるだけで、実際は裏にね他に人がいるっていうパターンがね、私の知ってる限りね、3つあって、すごくねその話するたびに面白かったです。あと、それ目の当たりしたのが1回ありました。で、そういう、なんていうんですか、雇われじゃないんですけど、なんか不思議な法人もいれば、なんかね、その法人でね、法人はなんていうんですか、言っていいのかどうかわかんないですけど、その多額のね献金してるから、懲戒、なんかね少しあっても、少し不祥事が起こっても懲戒とかの対象にならない、流されるっていうねこととかいうのは、ただね大手の法人で働いてるね人、仲間からたくさん聞きます。それはで、そういうね、なんか実質なんか資格のない人が支配してるってすごい面白いなと思いました。でもね、本当に大手の司法書士法人っていわゆる補助者がねすごい優秀なんですよ。私もね仲間から聞くんですけど、いわゆる補助者が司法書士に仕事できるんですよ。だから新人司法書士はその大手の司法書士法人に入ったら、補助者から仕事を教えてもらうんですよね。資格のない補助者から仕事を教えてもらいます。で、それはやっぱり仕事がやっぱできるので、私は別にそういうの抵抗ないと思うんですけど、変なつまらんプライドを持ってる人って多分そこでちょっとって思う人とか多分いると思うんですよ。その資格にこだわっちゃう人、自分は資格持ってるから、なんか資格ない人から教えてもらいたくないとか、そうつまらんことを思う人間って多分少しはいると思うんですけど、そういう人がすごく嫌になっちゃって、補助者に教えてもらうとか、補助者の下につくのが、それで結構続かなかったりとかっていうのはよく聞きます。で、私はね、別に資格があろうがなかろうが仕事できる人から、ね、仕事を教えてもらうことの方がよっぽど自分のためになると思うので、私はその方がすごくいいと思っています。全く、ね、別の例なんですけど、全然ねこれちょっと話ずれちゃうかもしれないんですけど、私もね認定司法書士で裁判資料を作成するときに分かんないこととかやっぱ多いんですよ。その初めてやるときとか、要件事実とかもやっぱ多少勉強しましたけど、試験勉強で、だけどやっぱり分かんないこととかもありますし、民事訴訟法とかでも机の基準の勉強をしても実務の運用が分かんなかったりとかするときは、やっぱり立花隆先生にすごく教えてもらいますし、それに関してなんかね、例えばじゃあ立花隆先生弁護士じゃないからなんか教えてもらうちょっとなんていう思いをね1ミリでも持ってたら、そんなの絶対にうまくいかないというか、私自身マイナスですし、私はそんなこと1ミリも思ったことないんですけど、むしろそういうそこのプロフェッショナルっていう必ずいるわけなんで、例えば放送法でね多分一番詳しい、日本一詳しいと思うね立花先生は、多分弁護士そこらの弁護士をもう何百倍も詳しいんで立花先生の方がね。でそういうのはやっぱそういう人から学んだ方が自分も力になる。なので司法書士、大手の司法書士でもそう、法人でもそうですけど、そのいわゆるそこの決裁業務に関してはそこらの
勤務仕事よりやっぱ大手の法人っていうのは案件の量も違いますから、補助者の方が精通してる可能性ってめっちゃ絶対あるんですよ。だからそこから必ず学ぶっていう姿勢を持たなければ、なんかね、その人の成長にはつながらないと私は思っております。なので資格がない補助者からね、なんか学ぶのが尺だっていう人もいると思うんですけど、それをねちょっとでもね、そこがあるとやっぱり大手はね、いられないと思います。もう無理だと思います。なんていうか、その補助さん方も仕事ができるので、資格云々にとらわれてないので、特に補助さんに関しては。でとにかく大手司法書士法人は補助者がもう優秀、補助者が優秀だからこそあんな大きくなれるんだなというふうに私も思います。やっぱり自分のね仕事をもっと業務拡大したいなと思うときに、成功してる法人をやっぱ研究するっていうのはまあ当たり前じゃないですか。そういう時にやっぱり共通しているのが、みんな補助者が優秀っていうことがすごく共通してます。成功する司法書士事務所の共通点はもうとにかく補助者が優秀です。で司法書士もちゃんと学ぶ姿勢を持っているというところがやっぱりすごく大事なのかなと思います。少し問題から逸れてしまったんですけど、司法書士法人の、ね、やっぱ実態として補助者優秀すぎて司法書士が続かないっていうね、なんとも微妙なね、悩みというか、問題点があります。あとね、ちなみにこれは補助者が優秀がゆえに司法書士事務所が補助者に乗っ取られるってこととか結構あるんですよ。補助者の人が仕事を持ってこれるから、司法書士の先生は申請代理人の名前だけを使わされるっていう、つまりでも決済とかね行って、単純にね肉体労働だけをね仕事者はして、あと全部補助者がね、回してっていうね、事務所って実はあります。であって、申請代理人は司法書士の先生なので、補助者がね多少無理な仕事とかね無理やり仕事をした時に、そこで責任を負うのはその司法書士の先生ということで、なんとね、とってもかわいそうな結末がになってしまう先生も結構いますので、もうね、なんとも言えませんけど、とにかくね優秀な、保持者がいることが、成功するポイントだと私は思っております。私もですね、本当に優秀な保持者の人に助けてほしいなと思うことがいつも、あるんですけれども、優秀な保持者、私はなんかこう人をその使いたいとかっていうよりはもうとにかく助けてほしいっていう感覚でいるので、あまりその人を使ってやるとかって思ったことはないんですけど、でもとにかくね今は一人補助も今度できるようになるので、司法書士にこだわりを持たずですね、補助者いわゆる資格のない人とかをですねどんどん自分の仲間に入れて、司法書士事務所をですねどんどん拡大していこうというふうに考え方を改めました最近。それでなので、以前ね社員司法書士のパートナー募集とか言ってね動画も出したんですけど、それはもちろん引き続き募集はしてるんですが、やっぱりね補助者資格なくても司法書士の業務やってみたいみたいな、人にですね、人と一緒に朝日事務所やっていこうかなというふうにも思っております。ちょっと今バタバタしてるのであれなんですけれども、求人ね今後ね出していけたらいいなというふうに思っております。ということで今日はですね、もうとにかく法人の実質的な、ね、ナンバーワンじゃない可能性があるっていうね、面白いかった話と、まあ何て言うんですか、多額の献金をすればしている法人はですね多少懲戒に当たるようなことをしてもなんかね、処罰されていないというね、業界のね闇みたいなねお話と、成功している司法書士法人の共通点という話をさせていただきました。ちょっとね司法書士のその闇の話についてはまた今度改めて動画あげたいと思うんですけれども、そこに、ね、聞くこといっぱいありますよ。面白い話もあると思うんですが、ちょっとねそれに関しては、また別で動画作りたいというふうに思っております。はいということで、また動画を更新したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします